さなんて頑張ったところであんねんだから。ミスさん頑張るもんじゃない。普段からそういうことをやってるから頑張らなきゃいけないだけで、頑張らなくても頑張ってももう普段の授業態度で出てるから答え。別にテストの点数あんま関係ないから。頑張らなくていいんだ。勉強なんてね、あれば誰でもできるから。それなのはそれ以外のことだから。テストは憂鬱になるものではない。そんなので覚える暇があるんだったらもっとマシなことを考えた方がいい。例えばなぜ自分は勉強しているのか、なぜ勉強しなきゃいけないのかですかね。数学じゃない。なぜ勉強するかどうかを分かってないやつが勉強したところで意味がないって話をしてんだよ。それはただの記憶力テストであって、こんなの勉強じゃない。敵だこいつ、殺されるない。つまんねえし、学校なんて。ただ行かなきゃいけないから行ってるだけだから、行ってるだけだし。勉強ができないしょうもないやつよりも、勉強できるしょうもないやつの方が、あれ、存在価値がきついわ。存在がきついわ。勉強できる、あれ、いいやつの方が一番いいけど。勉強しなくてもいい人間にはなれるんじゃないですか。お菓子見ててもいい人間にはなれないしな。
ができるふりがうまいやつは、世界では上に行けるかもしれないけど。勉強ができる、運動ができるだけでは生きていけん。優しい人間になろう。悪いことをしなきゃ何でもいいよ、勉強なんて。でも実際はね、悪いことをしたり、よ、踏み外したようなことをしないと上にはいけないんですよね。ただのいい人間では何もね、役に立たないんですよ。あー、お母さん、もう僕は死んじゃいます。ありがとう、今までありがとう。おい、俺の監視カメラポイントだぞ、お前出ていけ。